両チームの選手たちがピッチに歩を進めていきます。J1 リーグ第15節が倒れて、ただカルリーニョス左足シュート、まだこぼれている。菅野2つファインセーブを見せました。あるし、はい、そうですね、まあ、ちょうどゴールキーパーディフェンスの間に狙いましたね。狙いました。いいスピードでいきました、うん、5分が終了しました。まあ、この菅野の J1 リーグ第15節、北海道コンサドーレ札幌対清水エスパルス、後半45分始まりました。無駄なファールで相手にセットプレーを与えない。左サイド抜けてくる小柏、切り返して右足でのクロス、 J のヘディング、いい形ができました。この精度も高いですよ、小柏選手。ピンポイントで一番前向かせると怖いですからね、はい、自らも行けるし、今シーズン味方もうまく使えてますからね。アンデルソン・ロペスの向こう、ジェイ、アンデルソン・ロペス決まった、左足一閃、今シーズンの12点目、後半の6分です。この福森選手の左足ですよね、はい、鈴木選手は頭をうまく越してると思うんですよね、はい、でもジェイ見てますし、ポストプレーからこれも今シーズン何回か見られますよね。この競った後に入ってくるっていうアンデルソン・ロペスが信じて、この2人の関係はいいんじゃないですかね。うまくちょっと桃でジェイを渡してるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ティーナ監督です。ゴール遠いところ、 J のヘディング、金子拓郎切り返して左足のシュート、いやー素晴らしい、金子ゾーン発動、後半の10分、今シーズン3点目。この、はい、J の競った後ですよね、フリーになって、まあ、得意な本当一番このゾーンですよね、はい、振りがコンパクトでしたね。ここ少し横というか戻すような感じでここにボールを置いてから、もうこれ迷いなく、もう足にボール乗ってますしね、もう素晴らしいコースですね、これはボールスピード、コース、これ完璧でしたね。まあ移動もありますし、体力では厳しい時間、あとここがミスになった、キムミンテイブツキ倒れない、笛が鳴ってPK だ。そしてカードは色は赤が出ました。レッドですね、はい、ドグソということですね。ここでここそうですね、もう軽率でしたね、ここはもう完全にミスですし、ここでもよく狙ってましたよ、指宿選手、ここ強かったですし、さてそして今岡部主審は耳に手を当てていますか。中村低いボール、セカンドボールですね、ゴールキーパー菅野、ここで長い笛、試合終了。ホーム北海道コンサドーレ札幌、今シーズン